はい、どうもあゆなです。今回からドラゴンクエスト10をねやっていきたいと思います。多分すごい今更感があると思うんですけど、実はこれ弟のソフトなんですよ。弟のソフトで、弟がやってるのをまあ旗からねチラチラ見てたことはあったんですけど、自分でがっつりやったことはなくって、まあ今回いろんな人の動画を見たりとかしてちょっとやってみようかなと思ったので始めたいと思います。ということで早速キャラ作りですね。性別女、体型大人、これで大きさは私が身長小さいんで一緒で小さめってことで、肌の色もこれぐらい、これはちょっと白すぎる、人間じゃない感じがしてくるんで色白だねっていうぐらいの感じで、髪型なんかクールなお姉さん系、このボンバーやな。あ、こんだけ見えてる範囲のだけなんやね。どうしよう、これかわいい、なんかキャバ嬢みたいやけど、あれかな、髪の色なんか現実ではできんような感じの髪色にした方がなんか気分的に良さげな感じがするけど、どうしよう、これかわいいんじゃない、輪郭、お、太った、なんかこれちょっと幼いような感じに、いやシュッとしたい顔、あ、目が、これもうちょっと笑ってくれたら可愛いかもしれんけど、最初のが一番いいかな。目の色、お、キラッキラ、カラコン入れとるみたいな感じやね。どうしよっか、目の色、でも目の色普通でいいよね。ちょっと待ってね、髪型じゃなくって髪の色やっぱり普通にしとく普通にしといて、名前はもちろんあゆなですと、はい、決定。はい、あなたの兄弟のキャラを作ります。兄弟、私妹かお兄ちゃんが欲しかったんですけど、妹ってことで、はい、子供サイズで、大きさ普通でいいかな。肌の色は同じ。髪型、これはドラゴンボールの18号ですよね、完璧に髪型どうしよっかな、可愛げのある感じがいい。あ、でも自分が結構おとなしめの髪型だったから、はっちゃけた妹の方がいいんかな。はっちゃけたって言ってもな、なんかバカっぽいとかじゃないけどどうだ、このぐらいかな。ん、あ、かわいいかも。髪の色もなんか妹だし、はしゃいで明るくしちゃいましたっていうのもいいけど、でも私はおとなしい感じの可愛い妹が欲しいから、そういう感じで、あ、妹はちょっとふっくらしたぐらいが可愛いかも。顔、顔ね、でもやっぱり一番最初のやつが一番目がクリクリしてて可愛いかな。目の色とか思うんだけど、自分を作ってる時よりもなんか豊富に見えるのは気のせいなのかな。これがいいかな。名前、妹の名前どうしよっか。妹の名前、あ、じゃあ
ななみちゃんで、なんでかって言われると、私がね昔からよくねネットで使ってるハンドルネームなんですよね。もうなんか第二の名前っていう感じで、はい、これで、お、可愛いじゃん。っていうか妹の方がでかくない？気のせいかな。んー、まあいっか、それもありか。はい、どういう感じになっていくんかな。お、すごいいいお天気。なんかいいことがありそうな感じやな。ん？これは自分？自分かな？お姉ちゃん。お、早速。さっき作ったばっかりの妹か？お、まさかの馬じゃなくて亀。あー、妹かわいい。妹かわいいよ。うん、こういう妹が欲しい。しかもやっぱり全然私よりでかいわけはないね。どう？いいでしょ。アバ様が乗っていいって言ってくれたんだ。アバ様っていうのはその隣のおばあちゃんかな？ね、アバ様。村長さんとかそういう感じかな。ああ、今日は特別じゃ。村の守り神、亀様のお背中に乗せていただく日が来ようとは、長生きはするもんじゃのう。さあ、行くぞ、ななみ。他の者たちも乗せてやらねば。はい、アバ様。ねえ、お姉ちゃんも乗って乗って。ほら、私の手に捕まって。はは、かわいい、優しそうって。なんかめっちゃ怒られとるけど。ダメじゃ。え？あゆなは乗せられん。なんでやねん。どうして？なんで？何の嫌がらせ？それはな。お、歪んだ。何事？ななみー、やっぱりダメだったじゃないか。どうしてくれるんだい。え、どういうこと？ごめんなさい。なんか走り去っていった。ああ、今年最後のハツラツ豆が、ハツラツ豆ってなんだよ。まったく、ななみは逃げ足だけは早いんだから。あゆな、あゆな、いないのかい？誰だ？アバ様っていう人？お、違うな、顔が。おや、まだ寝てたのかい？あんたにして珍しいね。なんだって？ななみとアバ様が、亀様に乗っている夢を見た？嫌だよ、そんなことあるはずがないじゃないか。そうだ、それより聞いておくれよ、そのななみがね。っていうか、夢落ちなん。錬金術でハツラツ豆を10倍に増やすって言ったのに、失敗して全部灰にしちゃったんだよ。お、錬金術やったん？今年最後のハツラツ豆を、アバ様がとっても楽しみにしてらっしゃったのに、ひどいだろ？あんたの妹の失敗なんだから、代わりにアバ様に行ってきておくれ。違う、謝ってきておくれだ。この人は誰？言うまでもないけど、アバ様の家は、橋向こうの高台にある大きな家だからね。じゃあ頼んだよ。アパートの大家さんとかかな？近所の人？目覚めたのはいいけど、今からアバ様のところに行くんやっけ？アバ様、アバ様、これはなんか調べれるんかな。お、10ゴールド。なるほどね、普通にいっぱい調べれる。お、10ゴールド稼ぐ。稼ぐって言っても自分の家か、これ。へそくり？へそくりではない。特に他は何もないのかな。この辺とかは別にめくれないと。うん、袋とかも別に見れない。この辺も別に何も調べれないね。ん？この樽は樽じゃないのか。木か。なるほど、オッケー。あとは何もない。バチバチ言うのはなんか火がついたのかな。何も調べれないね。棚あるけど。何もない。もうここで20ゴールド稼げただけかな。この辺も何もない。よし。アバ様、アバ様。橋向こうの高台って言ったよね。おう。おう、なんだここは。なんだここは。
熱帯雨林的な感じ。お、村人がいっぱい。あ、さっきのおばさんかな、あれは。道具屋さん？あ、なんかかわいいな。てかこれは民族衣装かなんか？みんな同じ服着とるね。これがおばさまの家？高台の上に行って。なんかすごいな。どっかの民族ってことか。あ、さっきの人。タララ。何だいアユナ、まさか何をすればいいのか忘れたって言うんじゃないだろうね。はい、忘れました。忘れてないけど。しっかりしておくれよ。あんたの妹の失敗を謝りにアバ様のところへ行ってくれるんだろう。アバ様の家は橋向こうの高台にあるよ。ついでにシスターイオリのところでお祈りして冒険の書の記録を、冒険の書に旅の記録をするのも忘れずにね。また何をするかを忘れた時は今の私みたいな名前がピンク色の人に聞くんだよ。ほう、名前がピンク色の人に聞いたらなんかアドバイスをしてくれる感じ？教えてくれるみたいな。なるほど。ここになんか都合がある。ね、全然違うことしに行きよるかもしれない。調べれる。サンゴールド。お金お金。もう何も見つからんかった。あ、ここになんか人おる。この島には俺たちしか住んでいない。かつて海を越えようとした者もいたらしいが、誰も達成できなかったと聞く。島を出ようなんて考えず、亀様のご加護を受けられるこの島、島じゃない、村で、平和に暮らすのがいいってことだろうな。なるほど。エテーネの村っていうね、ここ。いろんなとこ、とりあえずなんかいろんなとこに行ってみたい。から、この辺は別に調べれない。なんか目的以外のことをいろいろとしたくなる。何もないな。この辺別に調べれない。お、中に入っていける。入っていっていいのかは知らないけど。ほらほら、カウンターの中に入ってきちゃいけないよ。買い物なら向こう側から話しかけてくれ。そうですよね。棚とか泥棒だな。特に何もない。で、あのテトトっていう人とはさっき話したし、あっちは自分の家よね、多分。回収していこう。これは調べれんのか。ここは何もない。ここは何？武器屋さんかな。カスチ、カヌチか。鍛冶職人の道は結構厳しくてさ、辞めたくなる時もあるけどさ、早く一人前になって結婚したいなって思ってるんだ。そういう相手がおるんや、いいね。いいね、羨ましいよ。鍛冶職人の家。武器屋ではないのか。なんか、黒い人。手やんでいべらぼうめ、このすっとこどっこいが、素人が仕事場をうろちょろするんじゃねえ。とっとと出ていきやがれ。もう、やっぱり職人っていうのはそういう人がなるものなのか。というか、そう、職人はそういう人になっていくのか。わからないけど。特に何もないぜ。もう特に何もないのかな。ここは上がれたりとかはしないよね。よかった。なんか樽が見えたぞ。
こに都合あった。気のせいか。気のせいだね。あ、人がおるよ。もう10年も前だっけ、お前たちの両親が亡くなったのは。え、そうなん。それ以来アリナがずっと並みの面倒を見てやってるんだもんな。ほんと偉いよ。もうそういう設定なんやね。今初めて知ったよ。ツボツボ。12ゴールドゲット。ねえ聞いた、おばさま元気がないんですって。アバ様の役目は巫女として魔物の目から村を隠す結界を張ったり、神様からお告げを聞いたりと重要なものばかり。もう何十年も休みなく神様と村を支えているんですもの。きっとお疲れになったのよね。そんな中ナナミが大変な失態を。あとはあれもかな。この像って何だと思う？僕のおじいちゃんは亀様の姿を像にしたんだろうって言ってたけど、はっきり言って全然似てないよね。いくら亀様が天から降りてきてこの村を作ったって伝説があるからって、ちょっと無理やりだよな。そうなん？亀さん、どこがどう亀様なのかよくわからないや、私には。まああの子にもわからんのよね。この人さっき話したね。通り過ぎちゃった。あれ、この人はさっき話した人？話したね。もう何が何だか。あっち、あ、橋向こうって言っとったけん、あれを渡っていけばいいよね。誰？ひえ、ナナミさんの失敗を謝りにアバ様のところへ行くだか。なんでこの子こんななまったん。アバ様が怒ったらそりゃ恐ろしいでよ。アイナがこっぴどく叱られねえように祈っててやるだ。孫のシーン様はあんなに優しくて素敵な人なのにな。アバ様は本当に怖いっぺ。なんで同じ村でそんなに話し方が違うん。もう飛んじゃった。アバ様怖いんやん。ここよね。いえ、ちっちゃい子供が。ナナミさんとアバ様がカメ様に乗ってどこかに行っちゃう夢を見た？そんなわけないよ。僕はずっとここでカメ様を見てるけど、今日もいつものように眠ったまんまだもん。でも夢でいいから僕もカメ様が動くところを見てみたいな。あ、まずカメ様って動かんのやね。どこにおる？向こう見おるけど。向こうにカメ様がおるんかい？おう、神様、おったおった。ほんとや。こんな近寄っていいんかわからんけど。神様は目を閉じたままじっと動かない。なるほど。こっちにツボがって思ったけど、向こうはいけないね。ってことは、もう、この中に入っていくしかないけど。え、教会？教会やね。教会じゃなくってさ、アバ様は。あ、これが孫のシーン。いらっしゃい、アユナさん。少し浮かない顔なさっていますね。もしかして何かお困りですか？はい。え、アバおばあ様に謝りにいらしたのですか？なるほど。ナナミさんが錬金術に失敗して、はつらつ豆をダメにしてしまったのですね。事情は分かりました。大丈夫、悪気があってやったわけではないのですから、おばあ様も許してくださいますよ。ただおばあ様は近頃すっかり塞ぎ込んでお部屋に閉じこもっていらっしゃるのです。そうだ、せっかく山にいらっしゃったのなら代わりと言ってはなんですが、あゆなさんにお願いがあります。おばあ様のためにこの村の中からふかふかのもみ殻と星毒結晶を集めてきてくれませんか？何それ。まあはい、ありがとうございます。村の人に聞けばどちらもすぐに手に入ると思います。よろしくお願いしますね、あゆなさん。なんだそれ。集めてくるっていうのは壺とかから？違うよね。買ってくるってことかな。たくさんゴールド。
もしかして。アバの部屋のようだ。扉には鍵がかかっている。入れないよ。こっちには部屋はないのか。ないのか。なんか教会って席少なくない？寂しいね。この子に聞いたらどうやる。そんなことは聞いてないんだよ。こっちには何もないんかな。何もないね。こっちに行ってもダメだ。何、ふかふかのもみ殻と星毒結晶。全然違うかもしれんけど。この子はアバ様に叱られずに済んだだか。神医様のお使いで済むんなら安いもんだべ。ふかふかのもみ殻は水車小屋にあるだ。星毒結晶なら九代じいちゃんがよくお茶にして飲んでるっぺ。水車小屋と九代じいちゃん。九代じいちゃんの場所が分かんなかったら Y ボタンで地図を開いて A ボタンを押すといいだよ。そっからキャラの場所ってのを選べば誰がどこさえいるか分かるはずだっぺ。他の機能も便利だから試してみてくんろ。はい、オッケーオッケー。 Y ボタンで A キャラの場所誰だっけ。九代じいちゃんって呼んだ。ここ左側に行けばいいんやね。よし、走れ走れ。九代じいちゃん、自分の家も通り越してかな。あっち側、この人たちは多分さっき話した人らなんよね。え、こっち、え、こっちで合ってる。違うよね。え、絶対違うよね。ちょっと待って、こっちじゃなくってこっちか。あ、なんかこの人多分話してない。はつらつ豆はアバ様の大好物。近頃元気のないアバ様に腹いっぱい食べさせてあげたかったんじゃがの。くう、並みの言葉に乗せられて勝負に出たわしがバカじゃったわい。勝負に出たんか。今日みたいな穏やかな日はアユナが生まれた時のことを思い出すの。いつも静かで動かない神様がアユナが生まれた瞬間に立ち上がって大きな声で泣いてね。みんな何事かと驚いたけど、アバ様が神様の申し子が生まれたとおっしゃって村中でお祝いしたんだよ。もうそんなことが。この子はアユナって神様の申し子なんて言われてるけど、やってることは妹の後始末だけじゃん。そういうこと言うか。神様の申し子って本当にすごいのかな。すごいんだよ、きっと。きっと。私は知らないけど。これは？神様の申し子って言った人か。何？星毒結晶が欲しい？それなら向こうの部屋にいるノーラに言えば出してくれるじゃろう。毒結晶はノーラが入れてくれるでな。ここだね。どこ？お、いない。こっちか。この人や。うちのおじいちゃんね、最近毒消しちゃんとハマってるの。干した毒消しそうをお茶にするんだけど、ふんわりと甘いいい香りがするのよね。え、なに？神医様が星毒消しそうを欲しがってる？はい。そうかい、じゃあ持っておゆき。アユナの道具の大事なものに入れておくね。大事なもの、星毒消しそうを手に入れた。うちの星毒結晶、神医様に気に入っていただけるかしら。この前毒消しちゃうとご馳走した時に見た神医様の凍りついたような笑顔がまだ頭から離れないのよね。え、大丈夫？そういうもの、そんなものを渡して。ちょっと感想。あ、逆走。何も見つからない。
じゃあとりあえずこれと、あと水車小屋か。水車小屋、とりあえず、ね、向かいの家にも。ここは広いな。ふかふかのもみ殻を探しているって。はい、もう神人様に頼まれたのかい。そういうことなら遠慮なく持っておき。あ、ここが水車小屋。マジか。アユの道具の大事なものに入れておくからね。しっかりお届けするんだよ。もうやったね、手に入れた。よかった、ここやったんや。しかし神人様がふかふかのもみ殻を欲しがるなんて、そんなもの何に使うのかね。なんやろ、アパ様がよく眠れるように。わからんけど。タンス、タンス、何もなかった。こっちから出れるんか。よし、これで届けたらいいよね。すぐ手に入った。橋、あ、あれやね。こう早くクリアできたぞ。お使い。これでアバ様が出てきてくれるんかな。遠いな、結構。いや、遠くはないんか。走るのが遅いんかな。よし、持ってきました。どこやっけ？こっちの部屋か。この人よね。よし。ふかふかのもみ殻と星毒結晶を持ってきてくださったのですね。ではそれを私に渡してください。はい、渡します。ありがとうございます。では失礼して、早速作らせていただきますね。錬金術かな、もしかして。あゆなさんはご存知なかったかもしれませんが、実は私裁縫が得意なんです。裁縫会、おばあさまの服もいつも私が作っているんですよ。そうなんや。え、てかこれ女？よし、できた。男よね。ほら、香りも肌触りも申し分ない最高の安眠枕の完成です。アイナさんが集めてくださったもみ殻とお茶の葉の効果で、おばあさまもぐっすり眠れるはずですよ。さあ、早速おばあさまに使っていただきましょう。一緒に向かいの部屋に来てください。そんな瞬間的に枕が向かいの部屋に。どこ？あっちか。あ、あれだね、向かいではない、なくない。よいしょ。おう、アバ様こんな小さいんや。なんじゃこんなものを。え、怒られよるけど。孫がせっかく作ったものを。真意、やっと眠れそうなところだったのに、よくもくだらんことで邪魔したな。すみません、実はハツラツ豆がなくなってしまったので、その代わりになればと思ったのですが。な、あ、ハツラツ豆がなくなったじゃと。どんだけびっくりするん。おばあさま、お気を確かに。お気を確かにってそんなに。ああ、大丈夫じゃ。今は、豆がどうなのと言っておられる時ではないわ。どういうことよ。おう、あゆなではないか。ちょうど良いところに来てくれたな。実はお前たちに話したいことが。なんか急に機嫌が良さそうになったけど。と、ななみは一緒ではないのか。やれやれ、どうでもいい時には顔を出すくせに、肝心な時にはおらんのだな。すまぬが、ななみを呼んできてくれ。お前たち姉妹が揃っている時に話したいことがあるのじゃ。わしはそれまで休ませてもらうからな。真意よ、今度はわしの眠りを邪魔するでないぞ。はい。使うんかい。ゴーゴー。よく眠りよるやないか。じゃあ、あとは、ななみを。
連れてきたらいいんかな。どこにおるんななみ。アバ様めっちゃ寝よる。お、あれ宝箱じゃない。星屑のピアス、星屑のピアス。なんか今言って思ったけど、一瞬ハライチみたいって思ってしまった。言い方がかな。ナナミは一体どこかしら。ナナミ、ねえナナミはどこ。話せない。この子同じことしか喋らない。またあの橋のとこの女の子に話聞くかな。家に戻ってもらうのかな、ナナミ。あのおばさんに聞いたらわかるかな。ナナミを怒り寄った人。今度はナナミを探しに行くのけ。アイナはいつも忙しそうだなや。そんだけか。ナナミナナミ。違う。どこだ。とりあえずあのおばさんに話しに行った方がいいかな。違う。どこ。こっちじゃなかった。こっちじゃないね。え、どこ、どこだっけ。家、マイホーム、どこ。え、こっちなんかな。これって調べたやつ。調べとんか。調べれないということは、あ、これか。え、違う、違うな。アバ様に会ったんだろ。どうだった。はつらつ豆のこと怒っていらっしゃらなかったかい。え、怒られていない。おかしいね。去年は神様の取り放し、ん、取りなしでもアバ様の怒りを鎮められなかったのにね。うん、ナナミは家。ここは自分の家なんかな。それすらわからないけど、まあいいや。ナナミいない、いないよ。ナナミはどこ。ナナミはどこなの。お、ピンクになった。何、アバ様の言いつけでナナミを探しているとな。あ、ピン、名前がピンクになる人ってその時その時で違うんや。やつが失敗した時逃げ込む場所など村を出て北東の方角にある石杖の森しかないわい。村を出て北東、村を出ていかんといこっちか。え、こっち、こっちじゃないよね。こっちじゃなくってどこだ。あっち、あ、あっちかな。ぽいね、ぽいね。あ、ぽいよ。こっちじゃね。こっちこっち。お、出れた出れた。長くなったので今回はここまでで一旦終了させていただきます。次回より戦闘などが始まり、さらにグダグダ感が増しますが、どうぞ見捨てず見てやってください。最後まで見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォン、タブレットの方は、画面のどこかにある登録ボタンから登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。